こんにちは、タカです。これね、パーカーです。パーカーの IM シリーズ、これはね、以前 Amazon で買ったものなんですけれども、今回ね、アリエクスプレスでこれがね、売ってたんですよね。ということで、はい、届きました。これで届きました。このまんまね、まあ、これに、まあ、ちゃんと袋っていうか、あの封筒の中に入ってみたいな、パーカーの箱はね、一緒についてないですね。ちなみにこれ448円、送料込みです。448円。これ実際は、Amazon のサイト見るとね、参考価格6480円ってなってますね。とは言っても、Amazon ではね、2000円台で買える万年筆です。ただね、アリエクスプレスだとそれが448円ということで安い。ついでに外箱はついてきません。これ本物なのかな。今までね、パーカーよく売ってるんですよね、アリエクスプレスって。すんごいパーカー売ってるんですよ。なんか理由があるのかな。はい、今2つを並べてみましたけどね、ちょっと見比べてみましょうか。右がアリエクスプレスで買ったパーカー、左はアマゾンで買ったパーカー。まあ若干ね、色味は違うかな。アリエクスプレスで買った方、右側ね、こっちの方がちょっと黄色っぽい金で、アマゾンで買った方は、ちょっとオレンジがかった金みたいな。ペン先はね、今、左の方はインク入れてるんでちょっとね、汚れてますが、ちょっとアリエクスプレスで、買った方がちょっと曇ってる気がするっていう。どうでしょうか。なんかこれ Amazon で買った方ですけど、ちょっとペン芯とペン先ずれてる気がするね。普通にかけてますけど、なんかずれてるな。あれ、こっちもアリエクスプレスの方も若干ずれてる。これわざと？これわざとずらしてたりするのかな。どうなんでしょうか。このキャップの、なんだろう、この先端のとんがり具合がね、違う。アリエクスプレスの方はとんがりがね、あんまりない。ちょっと、あんまりとんがってない。はい、これね、どうでしょうね。同じに見えるよ。同じではないけど、
うん、すごいよすごいよってなんかもう偽物かのように言ってるけど分かんないけどね、本物かな、本物であってほしいんですけどね。でも448円で本物を買えちゃうのかな。ちなみに、パーカーのコンバーター付きなんですよ。アリエクスプレスで買うパーカーは全部ねパーカーのコンバーター付きで、アマゾンで買う方はね、このこれに関しては、コンバーターは付属してないです。アーバンっていうねパーカーのアーバンっていうやつはコンバーター付きで売ってましたね。うん、だこのコンバーターがねパーカーのものなのかどうか、詳しい人どうでしょうね。こんな感じのコンバーターです。まあここの動きはスムーズ